はい、こんにちは。ワールドカップチャンピオンのフラワーデザイン、今日は、こういう器があります。この器に花を生けていってみたいです。今日はパラレルという形でちょっとこうね、ちょうど今の時期ちょうどひまわりが出てますので、ひまわりを入れ、それからこのヒューケラをやります。で、ナイフを使います。別に皆さんのナイフが怖い方とかそういう方々はハサミでいいと思いますけど、こういうようなヒューケラをこのような形でこう重ねて面白く入れていきます。こういうふうにして、綺麗ですね、ヒューケラ。今の時期すごいあれですので、これをこういうふうにして、こういうような感じでいけますね。下から見えると思います。それから今日は今の時期ちょうどいいですので、ひまわり、それから、ね、アナベル、それからこれちょっとブルー系がいいと思います。それから、ブルースター、これを入れて、ちょっとデザインして、ちょっとグリーンなんかもアイビーと、ちょっとこっちありますけど、アイビーとか、それからポポラス、ね、ユーカリのポポラスなんかを入れて、それでポポラスはこういうして短く、こういうして短くこういう入れてます。こう一つ一つを取ってもいいです。こういう取るときはハサミをこういうして使って、それでこういうふうにしてトラッシング、重ねるということも、これもいいですね。こういうして、それでまず平面をこのような形でポプラスと、それからヒューケラでこういうような形で止めていきます。ハサミ使っていただいてもいいですね。こういうふうにしてね、でこういうふうにしてこう入れていきます。それからアナベルを、今ちょうど今の時期ですね、このアナベルをこういうふうにして、これは山形のアナベルを使ってます。でこういうふうにして、アナベルもこうなら、ただ並べても面白くないですので、三角形ね、こういうふうにして、でこれなんかもこうたくさんありますので、こういうふうにして外してね、アジサイもそうですね、アナベルの一種ですけど、アジサイもこういうふうにしてまとめて、こういうこのような形をしてこうやってやるんです。これで送り込んであげるということが必要ですね。こういうふうにしてね、でこういうふうにして送り込む、でこういうふうにして出来上がったら、今度ね、ひまわりを、ちょっと今の時期のひまわりをこういうふうにしてまっすぐ、ね、自然のイメージ、大きいグループと、ね、長いグループ、こういうふうにして、で全てが違う形がいいですね。こういうふうにして、こっちが大きいグループで、こっちが小さいグループです。これでやはり上の方はしっかりこうまっすぐ伸びた方が綺麗ですね。こうにして、でこれをワンサイドで、皆さんの見てる方がワンサイドでいけてますので、こういうような感じでいけています。それからブルースター、こういうふうにして、ちょっとこういう自然のイメージでいけていきます。こうにして、でブルースターも後ろ側にもこういけてます。でもしやったらこういうふうにして2つぐらいにこう分けていただいてもいいですね。それから今、はい、今ちょうどいいですね、ベッチーズブルーね、綺麗ですね。今日は黄色とブルー、紫のね、デザインをこう入れ込みます。そしてでこの花、一つ一つの花も同じ長さにしないように、高さにしないようにやっていくと綺麗ですね。全てが違う、こうベッチーズブルーも1本でこんなついてます。はい、こういうような感じでこう、それからこれがリシアンサス、トルコキキョウですね。これをこのような感じで、で簡単にデザインします。こういうような感じで、これで救世スポンジがこう見えてるようであれば、いいですか、見えてるようであれば、ね、もう一回確認して、見えてるようであれば必ずこういうふうにして入れてください。グリーンもいいですね。それからこのアイビー、このアイビーも自然にこうできるようにこう表を向けて、いろんなやり方がありますけど、今回はこういうにしてアイビーをこう切って、こういうにして生きています。さあ、こんな感じで出来上がりです。いかがでしょうか、ね、こうやって楽しんでいただくといいじゃないかなと思います。楽しんでいてください。これはパラレルという、まっすぐ行ける自然体のようなイメージですけど、まっすぐ行けて、それから、下の
ブルースターとかそういうものをグッと締めて、そうすると強弱がつけて綺麗ですね。こういうようなデザインです。はい。